まさかスイムショーツ出てたんですよ。水陸両用のパンツのね、いいなと思うところが、デメリットあるんちゃうかと。やっぱりバブアーやから、やっぱ、はい、本日ですね、まさかバブアーからですね、ショーツが出ておりましたんで、こちらのご紹介をしていきたいなと思います。ということで、パッて見てください。なんて上品なこと。バブアーって言ったら大体ジャケットとかを皆さんイメージされると思いますし、こういったね、オイルのこうクラシックな男臭い感じのかっこいいイギリスなね、テイストのやつがイメージされると思うんですけど、まさかスイムショーツ出てたんですよ。だから名前から言う通り、水陸両用でございます。で、しかもそれが、この生地感いいんですよね。どうしても今までのショーツって、まあこれパタゴニアなんですけど、このなんかシャカシャカした感じ、アウトドア風な生地感っていうのが多かったんですけど、今回のこのバブアーのね、ショーツに関してはちょっとマットな生地感なんですね。なので、ちょっと大人っぽい感じっていうか、さすがね、イケオジ排出のバブアーやなと思うんですけど、まあ、このあたりをね、見ていきたいなと思います。正式名称は、ステープルロゴスイムショーツっていう名前なんですけども、まあちょっと一回履いてみましょうか。どんな感じか履かな分からへんしね。こんな感じですね。だから結構ね、まあスイムショーツっていうから丈はまあ短いんですけども、ただただ丈が短い子供っぽいパンツっていうよりかは、ほんま35とか40以上の人らが履いて、なんかしかもちゃんと鍛えててみたいなのがね、合いそうなパンツじゃないですか。で、しかもこれ公式サイト見たらなかったんですよ。だから僕見間違えたなんかしてないんかわからないけども、セレクトショップには置いてるみたいですし、あと僕も一応ネットで見た時には、これのカラーリングが一応3色あるんですけど、ネイビーとカーキとあと薄いブルーっていうのはセレクトショップで見たんですけど、楽天の方ではピンクもあったんですよ。わ、それ欲しかったなと思ったけども、まあまあとりあえず定番のネイビーでいいかなと思います。で、サイズに関しては大きめを買った方がいいかもしれないですね。本来僕多分これ L で履いてるんですけど、178センチで今66キロなんですね。で、ウエストがだいたい76とかぐらいなんですけど、これだいぶでかいんですよ。だいぶこうキュッて縮めてるので、本来これぐらいガバガバなんですね。拳2個ぐらい入るんちゃうかってぐらいガバガバなんやけども、あんまりサイズ M とか S とかにしちゃうと、もうどんどん丈短くなってくるので、イメージ的にはノースレスのバーサタイルショーツみたいな感じかなと思います。で、水陸両用のパンツのね、いいなと思うところが、特にネイビーの時とかって、これ分かる人いてるかな、この前のところからこの白い紐が垂れるの分かります？これ僕めっちゃ好きなんですよ。ただこれが街中で出してんのってなんかちょっと違う気するんやけども、海とかで白いの出てんのって一つワンポイントになるじゃないですか。こういった裸やけど、こうネイビーに白が映えるっていうか、ちょっとそういう風にまた日焼けした時に似合うんですよ。こう海の海水パンツとして見た時にだいぶ仕上がってんちゃうかなと思う。だからこれ例えば街中で履くとかってなった時に、ちょっとどういう感じか僕あんまイメージついてないので、まあ例えばシャツガバって羽織る感じかな。まあ例えばこんな感じでもうガバーっとシャツ着ちゃって、袖ぐるぐるっとまくっちゃえば、まあこれはこれでちょっとリゾート感あるっていうか、ちょっとこうビーチ沿いをね、このままフューって歩くみたいな、ちょっとかっこええやみたいな、まあちょっとグラサンなんでしちゃってね、美女をはぶらかしてね、海沿いのプールでカクテルなんか頼んでビーチ寝転びながら休日過ごすみたいなね、007みたいなね、いいんちゃうかなと思うんですけど、まあこんな感じだったり、あとやっぱりこういう生地感とかやったら、例えば朝とかいいですよね。これユニクロのやつなんですけど、ユニクロの3900円ぐらいの朝のシャツなんですけど、こんなんも多分合うでしょうね。意外とショーツとシャツ合わせるのって難しくて、ショーツ自体がやっぱバギーズとかってちょっと子供っぽくなっちゃうんで、あんまり合わないんですけど、こういうなんていうの、やっぱりマットな生地感っていうかな、この質感がこういうシャツとかとも相性がいいんやろうなと思うんですけど、こういうちょっと大人なショーツの履くってなった時に、これいいなと思ってね、バブアーやしと思って買ったんですけど、値段がね、そんな高なかったんですよ。値段が確かね、バギースと同じ値段かな、8800円っていうことやって、これ結構大人っぽい感じのショーツだから、バギーズショーツとかでこういうカジュアルな感じとかアウトドアな感じっていうのはもういっぱい持ってんねんけど、なんか大人っぽいショーツってないんかなって思うじゃないですか。でも大人っぽい服行くんやったら、もう結局長いパンツかとかって思ったりするけど、いやいや大人の人はじゃあ海どうしてんねやろとかって思ったりする時に、結局こんな感じなんですね。こんなちょっと抜け感出して、ちょっと襟ちょっとピュって開けてみて、袖ギュッて色にめくって、でこんな感じでちょっと日焼けしてみたいな感じのが、結局男ってやっぱそうじゃないですか。やっぱそれが一番好きなんで、かっこいいなと思うんで、そういうことでいいんちゃうかなと思います。だから僕の個人的にはいいなと思う、この上品になっている理由って、まあもちろんサイズ感とかもあるんですけど、シルエットははっきり言ってなんかバーサタイルショーツやなしか思わないんですよ。ただ生地、この表地と紐、この見えてる紐がいかにもこの海感出るじゃないですか。これでもしね、紐もし見えてへんってなった場合って、ただのほんまのネイビーのショーツなんですよ。で、これが海水パンツとマチパンツの違いやろうなと思うんですよ。これだとちょっと物足りひんなと思うけど、これをちょっと白い紐が出
ることによって、あの人プールから上がってきてんや、海から上がってきてんや、なんか知らんけど連想させるじゃないですか。これ僕よく読んでたあの雑誌のサファリなんかもこんな感じで、だいたいイケオジの人ら写ってたんやけども、こういうね細かいところまで計算されてるっていうのが、わバブアっぽいなと思ってね、大人の人に着させるためのショーツなんやなと思いました。でもそれでいてバブアにしては値段安いなと思ったんで、かなりいいんじゃないかなと思います。でこれねライナーがついてるんですよ。これをねくるんとひっくり返したら、こういう白いライナーがついてるので、まあ、ここが好みがちょっと分かれてくるところではあるんですけど、まあ、水陸両用の場合って、まあ、基本的にはこれついてるんで、まあ、これでね嫌がられる方もいらっしゃると思いますし、逆にこれがいいっていう人もいてるとは思うんですけど、まあ、僕よう聞いてる限りでは嫌がられる方が非常に多いですね。とは言いながらね、デメリットあるんちゃうかと。やっぱりバブアやから、やっぱコットン使ってて縮むとかね、あと洗濯ムズいいとかね、そういう細かいところなんかあるんちゃうかなと思っていろいろ見たったんですけど、何にもなかった。強いて言うなら、この丈が短いのがやっぱ嫌がる人が多いと思うので、これって女性も嫌な人多いじゃないですか。男性のこの丈短いのめっちゃ嫌いっていう人もいてるし、男性自身も履いててそわそわしてなんか気持ち悪いっていう人もいてるから、まあ、その丈短いとかシルエット的なところっていうのが、外国って僕も幅いいって思ったんですけど、ジャストサイズなんですよね。日本ぐらいあのオーバーサイズみたいなの着てるし、パンツとかもオーバーみたいなの履くけども、基本海外ってジャストサイズで、まあ、ガンガン鍛えて体でかくしていくような文化なんで、海外では多分受け入れられると思うんですけど、日本のオーバーサイズが好きな人らからするとちょっとどうなんかなっていうところが唯一のデメリットで、あとそれが生地、縫製、その他もろもろ全く不満点ございません。なのでおすすめとしてはこれね、旅行とかもいいと思うんです。普通にこれ海行く、プール行くだけじゃなくて、旅行の時とかでもこれ履いてれば、あバカンスやな、まあ、例えばタイ行きました、東南アジア行きましたなった時とかでも、これ履いておけば乾きも早い。ポリエステルなんですよ。めちゃくちゃ乾きも早いし、すぐ一瞬で乾いて軽いで、かさばらないで、毎日履けるで、ノーパンでいける。もうこれも旅行用やんって感じだけど、まあこの辺の特徴に関してはもうバギーショーツとあんま変わらへんし、変わらないんですけど、あとそれ以外にやったら、パタゴニアを飽きた人、特にパタゴニアで全く同じ格好をしてるんですけど、こういう例えばショーツ履いてるんだけど、なんか子供っぽくなるんですよね。これ見てもらった方がそうですよね。なんか子供っぽくなるんですよね。それは理由はやっぱ生地感と、その紐が出てるとか、まあそういうところって大事になってくると思うんですね。で考えたら、パタゴニアより大人っぽくしたいっていう方なんかにもね、いいかなと思います。でしかも4色とも全部大人っぽいんですよ。カーキもそのサックスブルーみたいなもうネイビーもで、ピンクですらもうちょっとサーモンピンクみたいな感じで大人っぽい感じだから、どれも合わせやすいだなと思うけど、やっぱり一番合わせやすいのはネイビーだと思いますけど、これがもう最も合わせやすいと思うんやけども、大人っぽいババアのショーツっていうのもね、面白いかなと思います。大人はなんかショーツ履かへんとかっていう人もいてるんやけども、世界的に見たら全然履くんで、こうデブおじになるかイケおじになるか、もうここが分岐点ですよ。イケおじで行くんやったら、ちょっと頑張って体動かして体型ちょっと維持して、ちょっとピュッとしたやつも履いてみるし、もちろんゆったりしたやつも両方いけますっていうのか、もうデボージになっちゃって、もう僕はもうダボダボしたやつしかいけませんっていうのか、もうそこの分かれ道に今立っておりますから、あなたはどうするっていうことでね、俺はバブアが似合う男になるんだっていうのか、いやもうバブアは諦めるよっていう男になるのか、これはバブアに試されてると思って、ね、挑戦状やと思って立ち向かっていきましょうということで、日本の皆さんこれからも頑張っていきたいなということで、本日はですねバブアのステープルロゴスイムショーツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。